こんにちは、まみです。今回はKENの体づくりをサポートする企画を進めていきたいと思います。で、まずはKENが今の体型になってしまった原因を探って、でそれに対してどういうふうに改善していくかっていうお話をしたいんですけど、っていうのもロードバイク乗られてる方って会社勤めで休日に趣味で乗られてるっていう方もいらっしゃると思うので、それやとやっぱり、トレーニングする時間があまり取れなくて、会社の帰りも遅いし食事も遅くなってしまってっていう件と同じような状況の方もいるんではないかなと思ったので。ぜひそういう方にも参考になればいいなと思って今日は話したいなと思うんですけど、なんでまあちょっと栄養の話が今回はメインになってくるので、ご興味のある方だけでもご覧いただければいいなと思います。うん、で、本題なんですけど、私その栄養病院とかで栄養指導させてもらってる時に、KENが問題になってるところと同じようなキーワードがすごい出てきてて、でそこを改善してもらうと体の調子が良くなったりとか、うん、まあ思ってたように減量できたとか、そういうふうな話が経験で聞けたので。そういったところを中心に話したいなと思います。大体私たち栄養士って栄養指導する時に、18歳の時と比べて体重がどのくらい変わりましたかっていう質問をしたりもするんですけど、それでなんか大体今の体型とどのくらい違うかっていうのを判断したりするんですけど、KENの場合は今で言うと10キロぐらい違うと思う。18歳の時が64とかかな。でまあもうちょっと前、まあもうちょっと前は70とかで、でも筋トレも4年間ジムでやってたりしてたから、それで体重がでもそれでも68キロその時は、うん、筋肉がモリモリの状態で68キロ、うん、体脂肪がもう 10% も切るぐらいの時が22、3歳の時は68キロやったね、うん、でまあその時が例えば体の調子が良かった、ああそうだね、うん、トレイルランニングと登山をやってたから、それなりに体力はあったんだけど、うん、まあ今最近衰えてはきてますね。BMI とかってよくその肥満か肥満じゃないかっていうので判断すると思うんですけど、それでまあ肥満だからといって悪いかっていうと、まあ、一概には言えなくて、基本的にまあオーバーしすぎてたら問題やけど、体重とかもその人が一番体の調子がいいんやっていう体重がベストかなと私は思うので。そこに向けてサポートっていうかしていきたいと思うんですけど、まあ少しでも軽量化、うん、ロードバイクを軽量化するんじゃなくて自分を軽量化しないとそうですね、ロードバイクがもったいないよね。さすがに72、まあ見て分かってるよ、お肉、うん、腹の肉が邪魔で、うん、あれは間違いなくいらないもの、うん、だからまずは痩せたい、痩せなあかんってことでいいんだよね、うん、あれはもういらないよね完全に。そうね、とりあえずは減量していく方向には間違いないけど、極端な痩せ方をしたりすると体力それこそなくなってしまうと思うから、そこは注意しながら、うん、うん、でいくらでも痩せようと思ったら減量できるとは思うけど、そんなにがっつりトレーニングできる時間ばっかりあるわけでもないし、うん、トレーニングする時間はもう本当に全然ないし、一般的にサラリーマンで、まあ、例えば平日朝8時から夜10時まで働いて乗れなくて、うん、土日しか乗れないって人は、うんうん、まあ、運動で痩せるより、そうですね、運動のその消費カロリーだけにはちょっと頼れないから、うん、で、まあ、食べるのを抑えるにしてもあんまり極端に制限しすぎると、今度その状態をずっと続けれるんかっていう話になってきて、ずっと続けないと維持はできないんですね。安全に減量していく範囲っていうのがあるんですけど、それがだいたいまあ1ヶ月あたりで現体重の5% 以下に抑えていくこと。なんで、まあ、KENの場合だったら3キロ以上は1ヶ月で痩せても大丈夫かなとは思うけど、きついですね、うん、だからその3キロを痩せるための、運動なり食事なりをすると相当厳しい、うん、内容になってくるから、うん、無理せずリバウンドせず、その今伊吹はあと3ヶ月で、まあ、とりあえず70は切る、ずっとこの食事とこの運動の強度やったら、まあ、続けていけるわっていう内容に調整をしていくことが必要かなと思います。で、本題の原因ですけど、そこが改善できれば、要はそれが実現できると思うんですよ、無理せずっていうのが。まずKENの場合は社会人になってから8キロから10キロぐらい体重が増えたっていう話があって、仕事の帰りが遅くなったぐらいから特に、体重が増えてきたかなっていうふうに言ってたので。でそれってやっぱりよくある話かなと思うんですけど、具体的に言うと大体22時から23時ぐらいに食事することが私が見てきた中では多かったかなと思うので、なんでそれが原因になるかっていう話なんですけど、お昼ご飯って大体12時ぐらいにお昼休みがあると食べると思うんですよね。でそっから22時まで例えばご飯食べなかったとしたら、かなりの時間空腹の時間っていうのがあるんですよ。でそうするとエネルギーをしっかり体の中で蓄えとかないと、人間って結構飢餓反応の方が強く働くので、あ、全然食べ物が入ってこんからどうしようってなってしまうらしいんですよ。でだから次入ってきた食べ物をすごい大事に蓄えようとする。だからかなり空腹の時間が空いてしまうと栄養の吸収っていうのがアップするっていう説があります。なので、毎日毎日KENは長時間空いた状態で食べることによって脂肪に変わりやすいような食べ方をしていたっていうのがまず一つ。であとは時間栄養学っていう話なんですけど、まあ、いろんな説があって、厳しく言うと20時以降になると脂肪の吸収がアップするような、BMAL1 っていうホルモンが上がってくるらしいんですね。でその時間に食べるから同じものを昼間に食べていてもそんなに影響ないのに、夜に食べちゃうとかなり脂肪に変わりやすいっていう状況が発生するので、それがまあもう一つ、夜遅い時間、帰りが遅くてどうしても夜遅い時間にしか食べれないっていう方の陥りやすいパターンかなと思います。でかつ、まあ、KENの場合は、その多分お腹が空いてるんでしょうね、昼から食べれてないので。でかなり、まあ、ラーメンとかのセットだったりとかっていうがっつりしたものを食べてたらしくて、で、まあもともと野菜もそんな好きじゃないので、炭水化物とタンパク質と脂質メインの食事でお腹も満たしたいのでかなりたくさん食べるっていう状況があったので、まあバランスとしてはあんまりよろしくなかったのかなと思います。で、結婚してからは私も、夜ご飯なり作ったりはしてたんですけど、そもそもあんまり野菜も好きじゃないし薄味やとあんまり食べてくれないしっていうので、まあちょっとKEN寄りの食事を出してたかなっていうのもありますね。で、あんまり機嫌悪くなると嫌なんでちょっと多めに出したりとか、ちょっとこれはまずいかなと思いながらもしてた時期もあって、ただまあいい変化もあってちょっとずつその私の味に慣れてきた、あ、なんか食べれるようになってきたって言ってくれたりとか、野菜も少しずつ自分から食べるようにはしてくれたかなと思うので、まあそういったちょっと根気は栄養管理においては大事かなと思います。原因っていうのが大体大きく仕事の帰りが遅いから、昼食からの時間が空きすぎて栄養の吸収がしやすくなるっていうのと、あと時間栄養学の関係で、8時以降、厳しく言うと8時以降にBMAL1 のっていうホルモンの影響で脂肪を蓄積しやすい体の状態になってしまうっていうことと、あとはまあ夜遅くなって、しかもがっつりした食事をお腹が空いてるのでどうしても選びがちっていうのに加えて、夜結構しっかり食べて寝るだけなので朝起きた時にそんなにお腹が空いてない状態で朝食べれないから、その一日で必要な栄養をどうしても昼夜で賄おうとするっていう負のスパイラルじゃないけど悪循環に陥るっていうパターンが結構典型的に、健康診断とかで引っかかるような方に多かったので、まさにそこが一番の原因かなと思います。あと細かいことで言うと、お菓子食べたりとか甘い飲み物飲んでたりとか、そういうのもあったかなとは思うので、ざっくり言うとそんな感じですかね。で、じゃあ、夜遅いのはちょっと仕方ないので内容を選ぶしかないので、それも含めて、どんな食事がいいのかっていう話なんですけど、これだけはっていうポイントがあって、それは主食とタンパク質、主菜の部分ですねと野菜、副菜の部分、この3種類を3つの要素をとにかく揃えることが大事ですね。で、例えばコンビニとかで選ぶとしたらおにぎり2つぐらいですかね、男性KENぐらいの体型の方だと2つと、あとは、魚系の惣菜とかが売ってる場合もあるので、そういうの選んでもらってもいいし、どうしてもなかったら最近流行りのサラダチキン、ちょっと 90g ぐらいの容量のものがあったかと思うので、それとあとは、野菜サラダなり、今の時期だと野菜スープとか、あと最悪野菜ジュースでも、最悪というか、本当は形のある野菜から食べてほしいけど、どうしても時間ない場合やったら野菜ジュースでも、代わりにはなるかなと思うので、そういうふうに簡単にその3つ揃えるだけでもいいです。で、それでも無理やったらサンドイッチと野菜ジュースとか、サンドイッチでもカツサンドとかはやめてもらって、ミックスサンドになったら、パンが主食の部分で、ハムとかツナとか卵とかミックスサンド入ってるんで、それがタンパク質の部分で、あとレタスとかトマトとかちょろっと入ってるんで、野菜の部分ととそれではちょっと野菜が足らんかなと思うので野菜ジュースっていう組み合わせでもまあありかなと思って、朝ごはんとかいいかなと思います。で、なんでそれをしないといけないかっていう話なんですけど、炭水化物とタンパク質と脂質っていう3つの栄養素、三大栄養素って呼ばれているもの、これらはそれぞれ代謝するためのビタミンっていうのが決まってます。代謝っていうのは、体の中に取り込んで、分解してで栄養に変えていくっていうことなんですけど、でそれをするためのビタミンが、炭水化物はビタミン B1、 タンパク質はビタミン B6、 脂質はビタミン B2、これ覚えても覚えなくてもいいと思うんですけど、一応決まってるんですね。なので炭水化物を食べたらその分のそのビタミンがないと、うまく栄養に変えていけないと思ってもらったらいいかなと思います。でこの例ちょっとKENに話したら あんまりわからんとは言われたけど、栄養の入った詰まった荷物を炭水化物とかタンパク質とか脂質のその三大栄養素で、運搬する車、運搬車をビタミンで、それも B1 と B6 と B2 とあると。でその荷物を、要は栄養ですね、栄養を必要なところに届けたいんですけど、運搬車が少なかったり容量が少なかったら届けたいものも届かないんですよね。でそれがだから荷物が置き去りになってしまう。でそれが要は脂肪に変わって蓄積されていくから、だからその荷物がある分だけ運搬車を増やす必要がある。だから炭水化物を食べたらその分のビタミンも一緒に食べていないと、荷物が溜まっていくから脂肪が溜まっていくっていうことですね。なので、減量をしたい方にとってはそこは変えていかないといけないので、野菜苦手な方でも少しでもビタミン補給のために野菜なり野菜ジュースなり取れるとちょっと変わってくるかなと思います。で、間違えてはいけないのは、ビタミンは野菜にしかないんかって言ったら絶対そういうわけじゃなくて、ご飯にも肉にも魚にも、むしろグラムあたりで見るとそっちの方がビタミン量が多かったりもするんですけど、ただそのご飯とか魚とか肉をたくさん食べれば食べた分また油とかも増えてくるから、だからやっぱり補足的に野菜を補う必要があるっていうのが、ビタミンっていうと一つで、野菜はビタミンだけじゃなくて食物繊維の方がどっちかというと大事で、食物繊維を最近よくテレビで言われてますけど、先に食べることによって血糖値の上昇がとかいう話ですね。もうまさにそのままなんですけど、食物繊維がとにかく先に体に入っているとそこに脂肪が吸着されるので、脂肪に変わりにくい食べ方ができるっていう話ですね。なので、今言ったとにかく主食、タンパク質、野菜、この3つだけはどういう状況でも揃えられるようにっていう風にできる限り、私の方は料理作っていきたいと思うんですけど、例えば外食になったとしてもコンビニでちょっと出先で食べるとしてもを揃うように選んでいけたらいいかなと思います。まだまだいっぱい話したいことがあるんですけど、こういう風にちょこちょこKENのサポートを軸にして話していきたいなと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。